私松村沙織は SK48 を卒業します。いつだろう。まだわかんない。そのうち。そのうち。はい。いや、僕らとしても松村さんがすごく惜しい人材なんで。嬉しい。汚れがいないじゃないですか、やっぱり今のメンバーなかなか。そうですね、割り切ってそっちに振り切れる人あんまいないっすね。ないですよね。僕らとしてもそういう人材探してるんですけど、はい、誰かいい人いません？いい人、まあ、松村さんまでやっぱりなかなかハゲるっていうのはなかなか難しいんで、ゲイのためにハゲるっていうのは。いやいや、違いますよ。わざとハゲたんじゃないですか、あれは。はい。彼女とは一緒にやってきたので、まあ、一番近くで見ていたので、もう私が一番彼女のこと分かってるというか、もう私がもう本命だと思います。はい。結構他の参加者さんがあんまりやる気ない中で、まあ、青木さんはすごいやる気があるように見えるんですが、はい、松村かおりの称号は欲しいですか？欲しいです。絶対に欲しいです。絶対に欲しい、はい。それなぜですかね？やはりそうですね、松村かおりさんのファンの方には本当に金銭面でたくさんお世話になってきたのでやっぱ今後とも仲良くしていただきたいというか、はい、そこの点で。あとは、はい、松村さんお仕事、まあ、結構割と思ってます。そうですね、今後引き継いでもらえれば私に、はい、いいかなと思ってますので。松村かおりっぽいところはどこですかね？そうですね、やっぱりちょっとケチなところは似てるかなとは思いますけども、はい、いろいろ教わってますから。やっぱり今年一番お世話になった先輩だな、今年というか、まあ、去年一番お世話になった先輩だなと思ってて、一言で言うと松村かおり、母
心に残ったエピソードがありますか？そうですね、あの女芸人のそのコンテストに出場したんですけど、その時に本当に朝までずっと手伝ってくれたりとかネタを考えてくれたりとかして、それもあって準決勝まで行くことができたのですごく感謝しています。ちょっと僕さっきから気づいてるんですけど、なんか前回クイズ大会出られたじゃないですか、はい、クイズ王決定戦、明らかにモチベーションが低いという思うんですけど、そんなことないですよ、全然そんなことないですけど、なりたいですか、松村香織に？いやなりたいですなりたい、なりたいですね、なりたい、じゃあよろしくお願いしますお願いします。意気込み、はい、まあでもなんかね、そのスタッフさんと香織さんが相談してる時に、なんかちょうど私通りがかったんですよね、たまたまねスッて通りがかったら、はい、なんか香織さんが「えルカでいいんじゃね?」みたいな、すごい適当なこと言ってて、それで多分選ばれたのかなって思うんですけど、まあ、実は今回結構豪華な商品を用意してるので、なんでちょっとなんとかそれでモチベーション上げていただきたいなと。え、今知れるんですか？そんなに、はい、この4つですね、やるしかないですね、はい、やるしかないですね、やるしかないですね、それ、意気込みはですね、私はもう香織さんの後継者として指名されてるのは私一人だけなので、絶対誰にも譲りません。もう尊敬してる先輩はっていうのが、もう私は香織さんで、こんなに私は香織さんのことを尊敬してる先輩は私しかいないと思います。はい、ディスってます。ディスってない。ひらりさんしか尊敬してないってことですよね。でも私が一番尊敬してます。あ、なるほど、はい、今回の出場者の中のライバルは誰ですか？はい、青木しおりです。青木しおりさん、はい、それなんでですか？あの、よくしてあの、あ、読み捨て、いつも間違えました自分が一番松村香織に近いなと思うところ、はい、香織さんに近いなと思うところはビジュアルでしょ？ビジュアルではないんですけど、そうですね、ビジュアルは違うの？ビジュアルは違います。まあ、ビジュアルも似てるような気はしますけど。本当ですか？はい、やめていただきたいですちょっとねえ、でも今回のこの決定戦のために泥にまみれたり粉にまみれたり、もう本当に体を張って頑張ってきたので、今回は絶対に負けられないです。一番のライバルは誰でしょう？それはやっぱ青木しおりさんですかね。それはなぜですか？なんかキャラ被ってんなと思ってなんか私チーム S では結構いじられる役として、でたまにこうゆるキャラじゃないんですけど、ゆるい系で活動してる中で、青木しおりさんと一緒なんですよね多分、はい、あ、外から見てて青木しおりなんか見てる。そうですね、松村香織に近いなって思ってるところはどこでしょう？へー、ブスさですかね。
いいですよ。してないですか。はい。松村香織になりたいってことですか。そうです。松村香織になりたいってことで一番手を挙げられた。やってないです。やってないです。なりたいって思ったことは一度もないです。でもあんなに偉大な大先輩なんでやっぱり。いやいや先輩です私の方が。私2期生で松村3期生なんで私が先輩ですね。あそうなんですか。そうですね。ちょっとミスっちゃいましたね。ミスってますよね完全に。まあでも出ていただくということでとりあえずすいません成立するためにちょっと出ていただきたいなと思ったんですけど、はい、今回あのライバル視してるメンバーは誰ですか。ライバル視してるメンバーいやで松村になりたくてライバル視をしてるっていうよりかは、はい、普段からは、はい、あの相川をライバル視してます何か普段からやっぱバチバチやってて、はい、劇場公演とかも、はいそうだし、本当に手を触れるともうなんか始まっちゃいそうなくらいバチバチしてるので、はい、例えばこれが松村香織ポスト松村香織決定戦であっても相川にだけはちょっと負けたくないですね、はい、自分が松村香織に一番近いと思うと